朝が来るは、辻村水木による日本の長編ミステリー小説である。別冊文芸春秋2014年1月号から2015年3月号に、連載文芸春秋より2015年6月15日に、刊行された。長い不妊治療を経て、子供に恵まれず特別養子縁組という手段を選択した夫妻と、中学生で妊娠しやむを得ず、子供を手放した幼い母の、 それぞれの葛藤と人生を描いた社会派ミステリー。第13回本屋大賞第5位。2016年に東海テレビの制作により、フジテレビ系でテレビドラマ化された。2020年10月23日に映画版が公開された。片倉光は中学生の時に当時付き合っていた匠と性行為をした後、望まない妊娠をしてしまう。その後、 光の父母が紹介してくれたベビーバトンと呼ばれる特別養子縁組団体によって光の授かった子供はとある夫婦に引き取られる。とある夫婦の夫セイはは無性死症という病気であり改善の見られない治療の末特別養子縁組を組むことになり光の産んだ子供を引き取ることになる。そんなある日、片倉光と名乗る人から子供を返してくださいと言われる。 東海テレビの制作で、テレビドラマ化され、富士テレビ系、大人のドドラ枠で2016年6月5日から7月31日まで、全8回で放送された。安田なるみは2000年の、リミットもしも、我が子が、以来16年ぶりの連続ドラマ主演作となる。2020年10月23日に公開。監督は川、は、ライナオミ、主演は、長作博美。 第73回管理国際映画祭、オフィシャルセレクション2020選出作品。A 代は、トゥルーマザーズ。当初は2020年6月5日に公開予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、同年4月21日に公開延期が発表された。ありがとうございます。